はい、木の店三目です。小ぶりな、1枚とはね、何枚か入荷してきたので、それをね紹介していこうかなと思います。こんな感じで大体は1メーターぐらいの長さでですね、みんなこういう切り株みたいなね末広がりの、一枚板になってるんですね。木はねみんな杉になります。秋田県の、植林された杉なんですね。まあ、植林といっても一昔二昔どころじゃなくてね、だいたい90年100年ぐらい前に植林された杉の木ということですね。まあ、それがだいぶね、太くなって用材になる木がね、伐採されて、でこの部分っていうのはだいたいこう山の中に残った切り株の部分がメインなんですね。でその切り株の部分を、掘り起こしたり伐採したりして、このような感じの一枚板が、できたので、まあ、それを、仕入れることになりました。まあ、これなんか 色がね、結構綺麗な、ね、ピンク色で60センチ70センチくらいの、ね、大きさのもの で上から下まで、ね、木が、まあ、通っててね、でまあ、サメがあってという感じで、まあ、比較的こうシンプルな感じで、そんなに主張はないけど色と形とアピールしてる感じはしますね。そうですね、赤みの部分がだいぶこう黒くね、変色してる感じなんですけど、木の部分がね細かくね、動いてて、これなんかもこう一つ二つ三つってね、木目がこう独立して立ち上がってたりとか、雰囲気結構ねいい感じになって、削ってね、オイル仕上げするのはすごい楽しみな一枚ですね。耳もね結構朽ちた感じで、虫にもねやられたりして、なかなかこう仕上げるのは、ね、大変なんだけど、なるべくそのままの、原木の状態をこう保ってるというかね、自然な感じをそのまま残しているので、この板なんか今ね、仕上げるすごいね楽しみな一枚板になってますね。はい、これは、かなり、ね、末広がりのところがきつくぐっとね、上と下とサイズがねもう幅の広いところ狭いところの差がすごい、ね、出てる木で、幹の部分からね、あとはこの真ん中の下のところが木目がだいぶ動いてて面白いね形になってて、これもいいね、一枚板かなと思います。今度は、今のとね打って変わって真ん中の部分がだいぶね狭い感じで、木も結構ね大きくシンプルな感じなんだけど、このサイドのね両側の部分が動きがだいぶあってね、またちょっとこう印象が違うんですね。さっきのね板と比べても、うん、よくね見るのはこんな感じですけど、やっぱこれはこれで真ん中の木目を中心にあまりやっぱこう見ないね感じの、これはこれで本当にオンリーワンな感じがすごくするね板ですね。片側に、ね、末広がりになって、こうあたかもこう山の斜面に、ね、立ってたような感じの、片側からこう、ね、株が張っているような、板になりますね。この木はちょっと緩い感じですけど動きが上から下までね、あって、どっちかっていうと上の部分も幹の感じがそんなにしないですね。上の方までねだいぶこう根木の動いた部分がこう少し名残として残ってて、幹になる部分はもっとね上の方な感じになってるんでね、大きいね木ではあるんだけど、前面にこうある程度こう動いた感じでね面白いですね。そして片側にこう、ね、株が張って流れてて、でそこの白田の部分もね結構面白くていいですね。まあ、これなんかは壁側に寄せて使ってパソコンデスクにしたりとか、まあ、そういうふうな使い方だと結構ね、そのまま切り落としたりしなくて使えるんじゃないかなと思います。上と下がかなりね、差がある、木ですね。幹の部分とこの根木の部分が結構はっきりね分かれてて、しかもねそんなに根木の部分がこうぐしゃぐしゃっとこう動いてる感じじゃなくて、真ん中のこの板目の部分の左右でねこちら側とだいぶ雰囲気が違っててね、こっちが上から下までね、結構こう柾目がある程度通ってるんですけど、こっちが
マサメがね、同じようなマサメでもこう途中でこうぐしゃぐしゃっとこうね、あのかなりこう揺らいで、で下の方もねずっと右と左のこの脇のこのマサメの雰囲気がだいぶ違っててね、表情のある一枚板だなと思いますね。テーブルの天板だけじゃなくてもね、何かにこう使える感じがなんかしてくるね、あの形が面白い、板かなと思います。シンプルな感じなんですけど、幹の部分がしっかり出てて、でこの下の部分がね集中してこう動いてるのがくしゃくしゃっとねあって、両サイドね動きがあるのが特徴の、ね、木ですね。板目のねはっきりしたこの竹の項目っていうかね、よくあるこう杉の木目がシンプルなねところでこう来て、で下がこう両サイドがぐしゃぐしゃってこうなってて、ね、木目のところもそういう木のおとなしいところとこう派手なところのコントラストが面白いのと、あとはねこの木はこの耳の部分の形がこの波打ってるところがね形が結構こう入り組んでて、この辺なんかもねグッとこう入り組んでて立体的な感じの耳になってて、ゴツゴツっとしたところがね耳の形が面白いかなと思いますね。こっち側の方もね形も面白いかなと思います。今までのがだいたい1メーターぐらいだとすれば120センチぐらいはありますかね。ちょっとこう少し長めな感じになってて、テーブルの天板という感じで見えるので、ソファーテーブルとか、まあ、カフェテーブルとかね、ダイニングテーブルまで、ちょっとねいかないくらいのサイズですけど、アイアンの足とかをつけると、椅子を使った、テーブルのね天板としても十分ねいける感じがしますね。シンプルなんですけど、こうね少しこう木目が全体的に幹の部分が下がってて、裾の部分がねこう動きがあって、おとなしいところとねこの派手なところのこの差がねやっぱりこうなんか見ててねいいなっていうね、こう飽きないところの一つかなと思いますね。赤みがだいぶあってね、その辺もこうオイル塗った時にね全体の色がもう少しね濃く渋くなると思うんですけど、その辺のね仕上がりも楽しみな板ですね。ちょっと長めで1500ぐらいの長さがあります。幅の方はだいたい550くらいから広いところが750くらいのねカウンターテーブルというかね壁の方に寄せて、まあ、パソコンデスクでもいけるのかなと思いますね。ちょっとこう長めな感じなのでね少し細くは見えるんだけど、そうですね全体的にはシュッとしててねおとなしいながらも、動きがあって、でこのおとなしいところにねちょっとこう動きがあるところがこう差が出てくるのが、両側の柾目が上から下までまっすぐ入っているので、この真ん中の部分がこうグッとね前にこう出てくるっていうのは、この柾目の部分がねしっかり額縁の、ね、役割をしている感じがしますよね。それがあるからこの真ん中のね板目の部分がだいぶこう、ね、面白いなっていう風な感じで見えてくるのかなと思いますね。これもなかなかね面白いですね。形も面白いし、本当シンプルなんだけどね、シンプルな板なんだけど、なんかこうねやっぱ目に留まるというかね、そういった感じの板ですね。今のとはまただいぶ雰囲気が変わって、これは上から下までね結構こう派手な感じで、根木もねしっかりね、乗ってて、で真ん中のところがあって、こうあと上の部分も動きがあってっていうね、これなんかは全体的に派手な感じで面白いですね。耳白の白田の部分もねこう狭かったり広かったり表情があるし、全体的にやっぱり一見してねグッとねやっぱ目立つ一枚板かなと思いますね。まあまあ木が乗ってる板だなっていう風な感じでね、これはこれで面白いですね。木を楽しむ一枚板かなと思います。だいぶ大きな一枚板になってて、まあ、この辺の小ぶりな、ね、板に比べるとこれが一番大きな感じになってて、これはサイズ的にはね長さが1300あって、末口の部分が650 でずっと下に来てね、下がものすごく広くて、この一番広いところでも1メーター10センチくらいあるんですね。結構大きなね、サイズになってますね。赤みの色がオイル塗った時にちょっと楽しみなね渋いね感じの色が出てくる、ね、そんなこう期待がというかね、なんかそんな感じなのかなと思いますね。真ん中の板目はねある程度おとなしいんですけど、その両サイドの
ね、マサ目があって、あとはこのマサ目のところのちょっとこうね、入り皮があったりとか、この辺の部分もね、木のね、あの入り皮の、 あの名残のようなねところなんですけど、この辺なんかがやっぱりこの板ね全体としてちょっとこうアクセントになってる部分だったりするんでね、この辺もいいなと思うし、あとこういうあのね、バサ目の下の部分の根木かかったところね、バサ目も面白いなと思いますね。やっぱりまあ全体的にそういったところでね、こうごつさもあるし、あの全体としてこう形がやっぱりあのシンプルなね、末広がりの一枚板なのでね、こう面白いですね。はい、そんな感じでですね、今回小ぶりな杉のね、一枚板ね紹介したんですけども、あのもう今の時点でね、もう乾燥されててですね、自然乾燥で置いてた状態をね仕入れてきたので、もうこのまま順次ね、もうすぐ仕上げる状態のものなので、順番が来たらね、それぞれ、どんどんねプレーナーで平らにしていきながらね、一枚板のオイル仕上げのね加工をこう進めていける状態なので、そんなにあの時間がかからずね、また仕上げる時にはあの皆さんにね見ていただける感じになるのかなと思いますね。一枚一枚、仕上げの時には、紹介していきますのでね、その時はまたねぜひご覧いただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。